皆さんこんにちは、ももでーす。本日はベストコスメのデパコス編、プチプラ編に続いて、2020年の私が本当に使ってよかった、皆さんにおすすめしたい美容アイテムたちをね、ご紹介していきたいと思います。本当は年末に動画を上げたかったんですけど、ちょっと間に合わなかったので、今動画を撮ってます。本当にね、2020年はめちゃくちゃ自己投資をすごいした年で、もうスキンケアだったり、もう自分磨きにはもう本当惜しみなく、お金をかけていろんなものを使ってみたんですけれども、その中でもね、本当にこれはマジでおすすめっていうアイテムが、まあ、今年もたくさんありますのでサクサクとご紹介していきたいと思います。今回はですね、結構スキンケアが主に多いんですけど、今夜中に撮っているのですっぴんです。ただちょっとね、あの血色感を与えるためにリップだけ塗ってます。まず一つ目のアイテムがじゃん、ゼオスキンでございます。もうゼオスキンはね、去年の10月から始めてるんですけど、今も現在もずっと愛用していて、死ぬまでずっと使い続けたいなと思うスキンケアブランドになりました。ゼオスキンはね、簡単に言いますと医療機関専用のスキンケアプログラムなので、ゼオスキンを取り扱っている美容クリニックとか皮膚科に行かないと購入することはできないです。でちゃんと定期的に医師の診察で自分の肌の状態を見てもらいながら、まあ、スキンケアをね進めていくっていう感じなので、ちょっと手間暇はかかってしまうんですけれども、私はこの2020年1年間ゼオスキンをセラピューティックから始まって維持期間、そして毛穴ケアというね、3回に分けてゼオスキンをね、いろいろ使ってみたんですけれども、今の私の肌だったら納得してもらえるかも。今の私のこの肌すっぴんでございます。もうね、本当にシミとかそばかすとかくすみとか乾斑、ニキビ跡とかも毛穴もうだいぶ綺麗になったんじゃないでしょうかってぐらい、もう今ねめちゃくちゃ自分のすっぴん超自信があります。ゼオスキンに関しては何を使っているとか、ゼオスキンって何っていう、ね、動画を結構細かく過去の動画にアップしているので、詳しくはねそちらの方をぜひチェックしてみてください。またね、ちょっと1月の後半にゼオスキンの今使っている、まああのスキンケアアイテムとか自分の肌の状態とかのビフォーアフターの比較は改めて別で動画を上げようかなと思っていますので、そちらの方はしばしお待ちください。まあ、ゼオスキンのねダウンタイムがあるセラピューティックっていう、まあ、プログラムを、2020年の3月ぐらいに終えて、4月からは維持期間といって、一度生まれ変わったお肌をこれ維持していく期間があるんですけど、それを9月ぐらいまでやって、で私ちょっと今たるみ毛穴っていうものが気になってたので、9月からはたるみ毛穴に特化したスキンケアに入れ替えて、今たるみ毛穴ケアの方を主にやってます。私ねこの1年間ゼオスキンには惜しみなく投資をしたんですけれども、ゼオスキンの中でも一番これが良かったっていうアイテムがハイドラファーム、こちらアイクリームになります。私の動画を1年以上前から見てくださっている方は知ってるかなと思うんですけど、私もともとアトピー体質で、まあ、目の周りのチリメンジワっていうのがものすごく小さい時からあって、すごくそれがコンプレックスだったんですよ。まあ、私メイク動画とかも上げてるから、やっぱ目元のアップって映るじゃないですか。その時に、まあ、どうしても目元がね、シワシワで、まあそういうコメントもよくもらってて、自分の中でも若いのに、ほんと目元のシワあるの嫌だなと思って、いろんなアイクリームを試してたんですけど、なかなか良くならなくて、ゼオスキンのアイクリーム、これに出会ってから目元のチリメンジワが驚くほどに本当に減りました。完全にゼロとまではいかないんですけど、めちゃくちゃ見違えるようにシワも本当減ったし、この目元の周りがすごいふっくらしたというか、アイメイクがね本当するのが超楽しくなりました。私はこのアイクリームをいつも朝と夜必ず塗るようにしてます。あとはクマに悩んでいる人にもねすごくおすすめのアイクリームなので、まあ大体お値段2万円ぐらいするんですけれども、そんなにねものすごい量をたくさん使うってわけじゃないので、意外とコストパフォーマンスはねものすごくいいと思います。まあ、目元のアイクリームとかはダウンタイムとかもないですし、普段の他のスキンケアに一緒に取り入れて使うこともできると思うので、このアイクリームは心の底からおすすめします。もうチリメンジワがシワシワった私が今だいぶ目元もふっくらして、目周りもものすごく張りが出てきたので、このアイクリームはねもうマジで一生使い続けたいぐらい本当に本当に本当にお気に入りのアイテムになりました。これはね何ヶ月か使い続けてやっと分かってくる効果だと思うので、やっぱね朝と夜ねずっと継続してぜひこれは使ってみてください。続いて私がおすすめするスキンケアアイテムは
じゃあこちらのエンビロンでございます。エンビロンもネズヨスキンと同じくビタミン A が入っているスキンケアブランドになるんですけれども、エンビロンは肌の老化の原因の 80% が紫外線によるトラブルである視点から光老化ケアを重視して作られたブランドですね。肌の内部にあるビタミン A っていうのはお肌を、ね、若く保つには欠かせない成分なんですけれども、これが、ね、紫外線によってやっぱ壊れやすいらしいんです。私は一応ゼオスキンを使ってビタミン A の良さっていうものをものすごく実感したので、他のスキンケアラインも使ってみたいなと思ってエンビロンも、ね、今年手を出して、今は朝のスキンケアはエンビロン、夜のスキンケアはゼオスキンっていう形で2つ今使っています。エンビロンもビタミン A の濃度を、ね、段階に分けて少しずつステップアップしていくプログラムになるんですけど、私は今2番のステップの方を愛用しています。エンビロンも、ね、購入するには取り扱っているエステサロンかもしくは美容クリニックさんで購入しないと、まあ、手に入らない商品なのでちょっと手間暇はかかるんですけど、ゼオスキンよりはまだ少しだけ、まあ、手の出しやすい価格かなと思います。それでも、まあ、結構高い方ではあるんですけど、まずはビタミン A の良さをちょっと知ってみたいっていう人はね、エンビロンから入っていくのもものすごくありかなと思います。私もね、少しずつ、まあ、ステップアップはしていきたいなと今思ってます。でもう一つエンビロンの商品の中でものすごくおすすめしたいアイテムがエンビロンのアバンス DFP312 モイスチャライザーです。これはですね、ペプチド配合の製品なんですけど、ペプチドっていうのがエイジングケアに必要な成分として結構なんか今注目を集めている成分みたいです。これはビタミン A とか入ってないのでどんな方でも結構気軽に使えるアイテムかなと思います。ビタミン A っていうのが美白とかニキビケア、ハリ、弾力アップ、バリア機能に欠かせないんですけど、ペプチドっていうのがコラーゲンを作り出して肌の内部からハリや弾力を蘇らせてくれる美容成分らしいので、これね、朝使うとツヤとハリが本当一日中続くので朝のスキンケアにものすごくおすすめです。なので私は朝のスキンケアをこの3アイテムをいつも使ってます。続いてもう一つね、すごいおすすめしたい美容液があるんですけど、これもね、ドクターズコスメになるんですが、リビジョンスキンケアというブランドの C プラスコレクティングコンプレックス 30%、 こちらビタミン C が 30% 入っている奇跡の高濃度美容液と呼ばれるものです。これはね、皮膚科のブログだったり口コミとかもかなり評価が高くて、もう本当に信頼を受ける商品ですね。まあ、これをね、シミの原因となるメラニンの生成をこう抑制してくれて、これね、ビタミン C と E が入っているので、これはね、肌も均一にこう明るく見せてくれるような美容液です。なかなかね、ビタミン C がね 30% も入っている美容液って本当に少ないというか、ないに等しいというぐらい本当にあんまり今ないんですよ。その中でもこのリビジョンスキンケアは 30% 入っているので、あとはまあシミ予防とか顔をねちょっとポッと明るく見せたいっていう人にはものすごくおすすめです。あとね、使用感も全然ピリピリとかないし、結構かなりしっかり保湿されたような感じに近い美容液なので、本当に普通のスキンケアアイテムとしてものすごくおすすめです。私はね、結構贅沢に首まで今塗ったりしています。今ね、ゼオスキンで顔だけ白くなっちゃってるので、今ね、首のケアもいろいろ頑張ってはいるんですけど、首もね、もうちょっとワントーン明るく見せたいなと思っているところでこれを使ってます。続いてものすごくおすすめしたいクレンジングオイルがあるんですけれども、じゃあこちらのセララボというね、笠之助さんという敏感肌の科学者の方が作った敏感肌のためのスキンケアブランドです。これのクレンジングオイルが、これね、使ってみてね、もうその日にもうものすごく感動したというか、もちろんまあクレンジングオイルとして普通にメイク落として使うのもいいんですけど、小鼻のね、毛穴汚れをね、取るのにものすごくおすすめのオイルです。まあ、これを使ってメイクをね、落とした後の肌のふわふわ感が、なんだろう、たまらないっていうか、使ってみて多分、まあ、わかるかなと思うんですけど、とにかくね、肌がすっごいふわふわになるんですよ、これを使うと。で、これを使うと毛穴汚れもね、ものすごくしっかりと綺麗に取れるし、あんまりこう肌をこすらずに毛穴汚れを取れるクレンジングオイルって、なんかあったけど、まあまあ、あ、こんなもんかって感じの取れ方だったけど、これは本当にツルンって取れちゃうから、
もう使ってみて初日でものすごくびっくりして、もうそれからもうこれはものすごくもう大好きなアイテムになりました。はい、というわけでこれで最後のアイテムになります。まあ、クレンジングの後は洗顔だと思うんですけど、じゃーん、こちらのサンソリッドのスキンピールバー、私はハイドロキノールタイプを愛用してます。これね、2020年に入って3個リピ買いするくらいものすごく気に入っている洗顔料で、まあ、そもそもゼオスキンをしているとですね、まあ、肌のターンオーバーを促すために皮がむけたりする時があるんですけど、私はまあこのスキンピールバーを使って週に1回泡パックをすることによって、これにピーリング効果がある洗顔なので、なんかちょっと途中でむけかけた皮とかもこれを使うとなんかトゥルンと綺麗に、すごいツルピカのお肌にしてくれるので、私は顔とボディーソープとしても普段愛用していて、使う頻度は毎日ではないんですけど、まあ、大体週に2日か、まあ、3日ぐらいのペースで私はいつも使ってます。いろんな種類があるんですけど、このハイドロキノールってやつはハイドロキノールが配合されているので、まあ、くすみが気になるお肌の方におすすめのアイテムです。ただこれが一番お値段が高いんですけど、私はこれがすごく気に入ってます。結構世の中に出回っているピーリングって肌をねしっかりこうゴシゴシこすってやったりするアイテムも多いと思うんですけど、これはまあ泡パックしてピーリングできるアイテムなので、本当肌にまあ触れずにピーリングできちゃうので、そういった面でも私はすごく気に入っています。ただこの石鹸これだけで5000円するのでめちゃくちゃ高いから、私毎回必要な分だけカットして使う時だけそれを一個一個取って使うっていう感じで使ってるんですけど、この使い方の方がコストパフォーマンスもなんか結構いいような感じがするので、私はいつもね届いたらまずこれをカットしてから使う時だけ出して使うっていうような感じでいつも使ってます。いかがだったでしょうか。もう2020年はとにかくお肌スキンケアにはもう惜しみなく自己投資をしたので、もういろいろ私も他にもね使ってみたんですよ。他にいろんなものを買ってみて、これもいいかなあれもいいかなって使ってみたんですけど、やっぱり私実際に使ってみてものすごく感じるのは、まあ、医療機関専用で販売されているドクターズコスメってやっぱこう肌の専門医の方が長年時間をかけて作っているスキンケアなので、効果をね目に見えてものすごく実感できると言いますか、やっぱすごく信頼も高いですし、実際使ってみて本当にもうノーファンでできるぐらい、この1年間でだいぶ肌はもう去年の私本当信じられないぐらい肌もくすんでたし、シミそばかすもすごかったので、いや本当に本当にこんなにお肌に自信を持たせてくれたのは今回紹介したスキンケアアイテムたちのおかげなので、ちょっとお肌に自己投資してみたいなって方はね、ぜひちょっとお値段は高いですけど使ってみる価値はものすごくあるアイテムだと思います。2021年もね可愛いをアップデートちょっとしていきたいなと思っているので、自己投資もちょっと惜しみなく今年も引き続きやって、またねよかったよっていう思うアイテムだったり商品とかがあれば皆さんに YouTube を通してご紹介できたらなと思いますので、今年も来年めっちゃ可愛くなれるように自己投資と自分磨き頑張りたいと思います。というわけで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。I love you.